それでは常任幹事会終了後の福山館長の定例会議を始めたいと思います館長よろしくお願いしますはい、えー、ご苦労様でございます、えー、先ほど第5回の常任幹事会が終了いたしましたのでその内容についてご報告をさせていただきますまずあの常任幹事会の全容についてご、えー、報告をした後この中の一部にありますハラスメント防止対策に 関する取り組みについては、ジェンダー平等推進対策本部の小川原本部長が今日来ていただいておりますので、後で若干皆さんにご報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずお手元の常任幹事会ですが、代表の挨拶はご案内のとおりでございます。私からはですね、お手元のページの3ページをご覧、あ2ペまず2ページをご覧ください。 えー、幹事長部局に、えー、総務局長を、えー、新設いたしまして、真山雄一参議院議員にお願いをいたしました、これは旧国民さんは総務局長があったんですが、旧立憲はありませんでしたけれども、まあ、協議をして総務局長を、えー、新たに、えー、お願いしようということで、真、えー、山さんにお願いをいたしました。 お手元の4ページをお開けください、ずっと懸念をしておりました、倫理委員長、空席でございましたけれども、年次、経験を考慮いたしまして、荒井衆議院議員に倫理委員長をお願いをし、快諾をいただきました、倫理委員としては、紀伊衆議院議員、高木蓮太郎衆議院議員、そして内越さくら参議院議員にお願いをいたしました。それから会見監査も おヤラ議員、山本若子議員、えー、両方一年制議員ですが、若いお二人にお願いをしまして、ま提、あ、案だった臨臨委員会の構成、それから会計監査の構成が一応整いましたので、ご報告をさせていただきたいと思います。それから五、えー、ページ目ご覧をください。これはですね、えー、ハラスメント防止対策に関する取り組みを えー、大川原政子ジェンダー推進本部、本部長中心におまとめをいただきましたので、今日報告、発表させていただき、了解をいただきました、皆さんにご報告させていただきます、詳細は、えー、大川原本部長からお願いしますけれども、まず、えー、幹事長のもとにですね、ハラスメント防止対策委員会の設置を決めさせていただきました。 これはいろいろなあ、まあ、党内いいいい、議員秘書、スタッフ、地方組織、地方議員、そして支援者との関係も含めて、ハラスメントが起こった事案について、ハラスメントに対しての通報をしていただいて、 その実態をしっかりと事実調査をしていただくということで、その後の対応も含めて、このハラスメント防止対策委員会を設置をいたしました。えー、第三者で構成をされておりまして、委員は金子正臣さん、他2名は、業務の都合上、氏名の退学を引き換えますが、3名で構成をいたします。そしてハラスメントの通報窓口も同時に設置をしました。 それからハスメント防止に対する党内研修の実施、それからハスメントに関するアンケートの調査をして、ですね党内、どういった状況にあるのかについて、確認しようというふうに思っております。後で詳細を、岡原議員からお願いしたいと思いますが、旧立憲、旧国民それぞれにですね、 こういった形の対応しておったんですが、新しい立憲民主党として、改めてこの取り組みについて発表させていただきます。それかからら政調会長からはです、ね、役員体制6ページ が報告されれまましして確認をいたただきましたそれから7ページに政府の運営の基本原則ですが、まあ、法案の賛否等々について、どのようなプロセスで政庁で議論するかということについての一般原則について、まあ、両党の最大公約数というか、お互い了解できる、これまでやってきたことについておまとめをいただいたのということで、特段、 えー、際立った変更ではないというふうに認識をしておりますが、確認をさせていただきました。それからセンター委員長からはですね、えー、あそれからその原則に加えて、えー、設置調査会、現状の設置調査会について、6・調査会と設置 PT、五 p t についての報告がありました、10ページでございます。えー、憲法調調査査会会はじめとした6調査会 に関すする PT をはじめとしたでございますそれからそれぞれの我が党の成長のもとに置かれた部会の所管の対応表についても確認をしました、それから選対委員長から報告事項として、自治体議員の選挙、それから首長選挙の結果について、岡崎市議会、 それから、首長選挙では注目されていました岡崎市長選挙、中根さんが当選をされた市長選挙、それから三重県の志摩の市長選挙、これは保守が割れてです、ね、我が党の推薦をした新人が当選をした選挙等々についての報告がありました、それから首長の候補者の推薦でございますが、 須藤博史さんという方栃木の宇都宮の市長選挙の推薦を決めさせていただきましたそして15ページでございます組織委員長からはあ毎週設置が続いております都道府県連の設置ですが改めて3県連の設置を確認させていただいて累計で40 都道府県令になっておりますのでもうあと一桁になってまいりましたそれぞれ今調整を鋭意進めているところでございますそれから衆議院の小選挙区の総支部は、えー、3総支部設置を決めまして、えー、累計で 187総支部でございます、えー、先週、ちょっと混乱をいたしましたけど、現状では総支部としては187の総支部が立ち上がっておりまして、これには、えー、調整区の、ダブっている調整区のところは入っていない数字でございます。それから、えー、最終ページ、えー、センター委員長から協議事項として2人の総支部長の選任について、 協議がありました東京14区、木村さん、岡山4区、井木さん2人、これはご案内のように、国民さんと立憲で、いわゆる競合していた調整区の2つの選挙区が調整相になりまして、今日支部長の選任ということになりました。これれで愛知の6区,7区それから 東京14区、岡山4区と、3つの京極の調整が進みました。今、水面下でそれぞれの残りの調整区も進めておりますが、えー、なるべく早く、この京極の調整については、整理をしたいというふうに考えているところです。えー、上官の報告事項は以上でございますが、国対委員長からは国会の報告がありました。 それから参議院の国対委員長からも同様の報告がありまして、国会の序盤の報告があったということでございます。それでは、大川原ジェンダー推進本部、本部長から詳細にご報告いただきたいと思います。はいえー ジェンダー平等推進本部長の大川雅子でございます、えー、と少し詳しく説明させていただきますあの。お手元にこのようなハンドブックを配らせていただきました。幹事長からご報告をさせていただきましたように、新しい立憲民主党でも、このハラスメント防止対策をしっかり取っていくということで、議員、候補者、秘書、等の職員、支持者、ボランティアや有権者の皆様へということで、 このハンドブックをお示しをしているところですこれら関係者が加害をした場合とかそれからそういったものを見聞きしたとき目撃をした通報ということでなくしていくということがございますまず立憲民主党も国民民主党もすでにこのような対策をしてきておりますけれども第三者機関としてのハラスメント防止委員会を設置をして これに取り組むという姿勢は改めて150人からなる党になりました我が党の大きな特色になると思いますそしてこのことで社会的な動きも作っていけたらというふうに思っていますとりあえず最初に防止宣言をしているところからご覧いただければと思いますがまハラスメントと言ってもセクハラパワハラ そしてそれに伴って二次的な課題ということが起こりますまた選挙などについては講演会とかそういった支持者のところまた女性の候補者は票ハラスメントということが非常に大きくこれまでも出てきておりましたのでこうしたところに配慮してこのハンドブックを作ったところですハラスメントをしないためにどうするかということ、まあ、直 直にですねそういう体験を持つといった場合にも、あのこの対応方法をみんなで共有をするということがあります、そしてハラスメントにあったとき、ハラスメントの相談先、こうしたもので、この防止委員会が第三者の機関として相談を受け、当事者にそれぞれしっかりとしたヒアリングを行い、そこでも、 幹事長、部局につながっておりますけれども、幹事長への意見具心をして、倫理委員会につなげていく機能を持っております。そこまでのところは当事者、そしてハラスメント委員会しか、この事例については知ることができない構造です。ご覧いただきますと、防止委員会のできることとして、法的な対応を支援すること。 それから当期としての対応を求めていくこと、加害者への対応のアドバイス、また医療的なケアや心理療法、こうした関係機関の紹介も行います、伴走的な支援ということがまず基本でございますので、そういう意味でも、このハンドブックをご活用いただき、対象となる方々にも周知をしたいというふうに思います。通報相談窓口の 先もここに記してございますが、どういうふうに相談をしていいか分からないということもございますので、一番最後のページ、裏ページには、ハラスメント通報相談シートというものも、例示をして作ってございます。必要な事項ををしししっかりと記憶をしてててこれににに基づいて冷静にそして科学的に 判断をしていくというためのものでございますハラスメントのない政治そしてハラスメントのない選挙活動これを目指して作りましたので何かご質問があればあお受けいたします当然ながら皆様も対象者になりますのでどうぞよろしくお願いいたしますではまずこのハラスメント防止委員会に関連する質問がございましたら先に受けたいと思いますがいかがでしょうか ええー、あなたとは確か青山雅之さんのハラスメントのことで、えー、西村千奈美さんと一緒にやり合ったと思うんですけどもあの時全然はっきり言って対処とかそういうふうにできていませんでしたなぜ私が地元の、えー、静岡のマスコミを 代表して案内したかということもありました。それからあのことについてはいろいろと反省してますか。はっきり言って。あのいろいろな経験を全然とにかくできていませんでした。本当に。西村さんも泣いてましたけどね。はい。はい。あの、えー、過去のいろいろな経験がありますが。 えー、そのときには、まあ、誠実にご対応させていただいたつもりでございます、そしてそうした経験をもとにです、ねえー、皆さんに確認、共有をしていただけるものとして、ハラスメント防止宣言を行い、そして具体的な対策として、このハラスメント防止委員会を立ち上げて、えー、あらゆるハラスメントをなくしていくために、えー、加害をした方への対応も含めてですね、えー 対策を作ったということで、ご理解いただければと思います。まはい、他ございませんか、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、それでは、あの幹事長会見に引き続き戻りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、すいません、ご苦労様でございます。あの実は、あの旧立憲の時のハラスメント防止委員会は。かなり機能してまして。 いろんな事案について、えー、事案を集めることにもなりましたし事案は私に来る前に専門家の方々が事実関係を解明していただくことになりましたので第三者的なあ視点も含めてですねそれから当事者同士、えー、加害被害両者に対してのヒアリング等もしましたので、まあ、非常にバランスを取れた形での、えー、対応を何件か。 させていたただきました私もその対応を拝見しておりまして、ですねこのことがですね結果としては長い目で見たときに、こういう積み上げが将来的なハラスメントの防止、未然防止につながるというふうに思っておりますので、これはもういろんな事例がありますので、特別ななんか事例とかいうことだけではありませんが、そのようにご理解をいただければというふうに思います。えっと、私からはですね あの特にあの学術会議の問題で,です、ね、き、えー、今日代表も言われましたけれども、その総理の任命が形式かどうかについて、えー、例の国会答弁についてですね、今、その国会答弁で解釈が維持されているかどうか、答えるのは困難だというふうに内閣からありました、まあ、これは全くあの納得できる回答ではありませんし。 こんな答弁が許されれば過去の国会答弁政府の答弁が全て逆に言うと信頼がなくなるということにつながるというふうに思っておりまして強く抗議したいというふうに思いますこの83年の政府答弁が維持されているのかどうかについてはま26日からの臨時国会も含めて早急に 政府としては態度を明らかにするべき、明確にするべきだと思います。それに関して申し上げると、もう1点でございます。えー、総理が、いわゆる排除された人の名簿を見ていないという発言がありました、えー。杉田官房長官がその排除に関与したという話があるんですが、今、杉田官房長官は前例がないということで、 国会に出て来ないという話になっています、えー、昨日ですが、えー、議運で、えー、加藤官房長官は国会でお決めになればという発言をされました国会でお決めになればあ杉田官房長官は出席いただけるということならば、えー、与党側は特に自民党はこのことについて、えー、杉田官房長官の国会に招致については 認めるべきだと思いますし、このことを認めないとすれば、この学術会議の任命拒否の問題は、自民党も公明党も同じ思いだというふうに言わざるを得ないので、いろんなところで会見等で,です、ね、政府に説明責任を求めるとか、与党側の議員等も言われていますけれども、そういった発言に沿った行動を取っていただきたいと思いますので、 えー、杉田官房副長官の国会招致には、与党も含めて賛成をしていただいて、国会が決めて、えー、招致に応じるように、えー、強く求めていきたいというふうに考えております。それからこれも代表が言われましたけれども、本日の報道にある菅総理の著書で、政府があらゆる記録を国民に残こすことが当然で、その作成を怠ったことは国名への配信行為というところが削除されているという問題については、 まあ非常に違和感を感じますし、なぜここを削除しなければいけなかったのかということだと思います。削除しなければいけない理由があるんだとしたら、一体何なんだんだとかということだと思います。安倍政権下の菅官房長官が、えー、公文書の改ざん、さらにはあ公文書記録を残すことについて、どういう対応だったのかについても、この発言との関連で、 明確にしていただきたいというふうに思っておりますし、えー、いわゆるです、ねえー、森友学園の、えー、近畿財務局の職員だった赤木さんが改ざんを、まあ、命令をされて自施をするに至った状況の裁判の中で、えー、赤木さんが 改ざんの過程をを記録ししたたファイルを残しておられたということが明らかになっておりますこの改ざんの過程を記したファイルについて、当然、政府内に残っているはずですので、菅内閣の情報公開、文書館に対する姿勢を示すものとして、このファイルの開示を強く求めていきたいというふうに考えております。 そうではないと本当に赤木さんの、えーまあ、配偶者、さらにはご家族も含めて本当に浮かばれないと思いますので、えー、このことを強く求めていきたいと思います。えー、私からは以上です。では質に入りたいと思います。えっ、ー、と社名と名前を載って一問一答形式でお願いします。二人ずつぐらい当てますので挙手をお願いします。じゃあ水谷さん、他おらじゃあ堀田さん。 まずその二人。じゃあ水田さん一番で。はい。G 通信水谷です。よろしくお願いします。あの衆議院選に関連してあの二つお伺いしたい。ごめんなさい。<と>もう一回衆。衆議院選挙。衆議院選挙です。はい、はい。えっ、ー、とですね。まずあのいわゆる任期満了までですね。あの約一年という形になりましたけれども、えっ、ー、とまずあの他党との関係、あの共産党、えっ、ー、と。 国民民主党、あるいは社民党、令和もありますが、他党との,あのいわゆる候補者、重なっているところ、多数あると思いますけれども、これの候補者調整についての官庁の,の現状認識、えー、と具体的に表面的にはまだ動いてないと思うんですが、えー、いつからあの候補者調整を具体化していくのか。 またあの、ある程度あのその選挙区での整理というのをです、ね、いつまでに目処をつけたいのかあの現状の認識を,そこをまずお聞かせください。えー、そ,こそれがまず1点、もう1点は党内の強豪の区についてき、えー、あの東京14区と,、えー、と岡山4区と2か所強豪区の解消がなったということなんですけれども、えー、とそれぞれあの、えー、青柳さんと 宮家さんとあのいわゆる候補者、支部長の線から漏れてしまった方が2人いらっしゃると思うんですけれども、この方々の処遇を、えー、どのように考えているのか、お聞かせください、その2点、よろしくお願いします。はいえっと、任期満了まで1年になりました、今日、う、えー、選本部の看板鍵をさせていただきました、えー、戦うための、 意欲と決意の表れだと思っていただければと思います、えー、現状で180を超える候補者を擁立ができましたおそらく相番200を超えてくると思います何度も申し上げておりますが、えー、他党との選挙協力を考えると共同会派を構成している仲間だけで 関数233を超えていきたいと考えております立憲民主党としてもまだ改めての候補者の擁立も考えております日本全国で面としての候補者を擁立をすることで国民の皆さんに対する選挙にへの思いとそれからそれぞれの地域での責任を負うという決意を示して お示しをしていきたいと考えております臨時、えー、国会は1年にあるある総選挙に向けての最初の戦いのスタートですこの戦いのスタートで立憲民主党新たに立ち上がったことを含めて国民の皆さんに我々の考え方姿勢そして日本の社会のあり方コロナに対してどう対処するか等について強く 訴えをしていきたいいいとと思いますす選挙対策と国会はある意味でで言えば政治の両輪ですいよいよその両輪が具体的に200名を超えようとする候補者とともに動き出すということでございますので今日その意味も含めて看板かけをさせていただきました今のお話で言うと他党との候補者調整はですねまずは 立憲民主党内の選挙区、競合の調整をすることが第一だと思います。2点目は、国民民主党さんがどのような考え方であるかについて、これは選対委員長代行をはじめとして、私も含めて確認をしていって、そこの選挙区調整、選挙協力について確認をしていくことが2番目、そして3番目は、それ以外の政党との対応について、これは、 表でやるかどうかは別にして、選挙でございますので、内々いろんな形の調整を進めていきたいというふうに思います。最終的に国民の皆さんの前にその結果が出るのは、おそらく開催になって、選挙だという状況になってからだというふうに思いますが、全貌の前に、どれほど水面下も含めて調整できるかというのは、それぞれのまあ代行選対委員長、 そして私も含めてです、ね、党内でのコミュニケーションを図りながらです、ね、丁寧にやっていきたいと思います。共産党との関係についてはいつも申し上げますように、安保法制や自衛隊、天皇制の問題については、考え方として相入れない部分があるとは言いながら、対、当時でいえば安倍政権に対する姿勢、 対峙する方向性、それから今回も菅内閣に対する方向性としては、共有できるところもありますし、またあーいつも言いますが、香港等の姿勢においては、えー、非常に共産党は、えー、変わりつつある部分もあるというところを思っていますので、私は協議については否定しませんので、話し合いをしていきたいと、今の段階ではそれ、えー、以上でもそれ以下でもありません。えー、結果としては そういった選挙区、選挙協力、並びに選挙区調整については、一日も早く、そして最終的には解散前に国民の皆さんに全貌が示せるように努力をしていきたいと考えておりますあのもう一点、党内共和区の二のつ、解消した2つのところのあお二人は、今のところは、うん、例えば他の選挙区に移るという話は聞いておりません。あの衆議院選挙を の別のと、衆議院選挙の他の選挙区に移るというようなお話は今のところは聞いておりません。比例も含めてということですね。はい、現状、処遇は何らか決まってはいないという形ですかね。まあ、そういう話しをしていると、処遇という、その処遇の意味合いがわからないんですけれども。ああ、まあ、その衆議院選で別の選挙区にい。だから、今のところは申し上げた通り。衆議院選挙で他の選挙区に移るとか。比例代表の選挙に回るということは、私は聞いておりません。わかりました。 次堀田さんお願いしますその次他誰かおられますかじゃあそちらとそちらえっとフリーの堀田ですけどあの、えー、三谷さんの追加のような質問で申し訳ありませんが、えー、昨日ですね、えー、岡山産んの内山さんにいろいろと取材がてら電話したら、えー、選挙区は森本栄井さん連合岡山に しまったんであなたは他の選挙区に行く意思がありますかというだけの電話で終わってしまったとどのような、えー、調整でどのようになったかということも一切言わないというんですけどもこの調整の結果というのは非常に難しいと思うんですけども 我々がどのようにどこまで、えー、教えてもらえますか。ホタさん今言われた話や内山さん自身がホタさんに言われた言葉をそのまま伝えておられますか。そうです。内山さんに私確認していいですね。うん、私はあの代行はじめセンター委員長が内山さんとは。 丁寧に反射をしているというふうに認識をしていますので、そこはちょっと私の認識とはそごがあるので、コメントしようがありません、丁寧にやりたいと思っておわかりました、それで、その丁寧にやっているその調整の途中経過、結果が出た場合ですけれども、我々は聞くことができますか、どのような点で。例えば、ですあのペーパーテストをやったわけではありませんよね、ですから、どういったことで、この人に決まったか。 木村さんに決まったか、それで、まあ、柚木さんに決まったか。ということは、聞いてよろしいんでしょうか、平野さんに。まあ、あの。申し上げれる範囲でお答えされると思いますが。私のレベルでは、話し合いをさせていただいて、決まったと聞いております。それから、もう一つ、別の問題なんですけれども、あの。先ほどの、パワハラ、セクハラの問題ですけど。私は去年の、あの、兵庫県の。 スマ小学校の問題が起きた時ですね。いつもあの、えー、4のえでいろいろと PT やってますからナタニアさんと水岡さんに「これ重大な問題だからやってくれ」と言ったんですよ。そうしたらですねまあ入教祖が絡んでいるかどうかはなくなったんですけども、まあ、その後ですね例えばわいせつをした教師がですね名前も出ないであの 逮捕されたとで3年後ぐらいにですねまた免許が返ってくるとかいうことがあって女性団体とかが訴えましたそれからこの前は柔道部の顧問が何か知らないけどぶん投げて相手が重滞になったとかいうことがありましたけども今教育界における教師の質の低下ということがいろいろと叫ばれてますけどもこれはあのパワハラの一環として例えば PT とかそういうのを開いて やっていてでいただけるようなことはありませんか。あの受けたまりたいと思います。あの受けたみます。ありがとうございます。はい、じゃあその次その後ろの熊本日日新聞の島田と申します。はい、よろしくお願いします。えー、個別具体的な個別の選挙区で大変恐縮なんですけれどもあの、ねはい、次の衆院選についてなんですがあの熊本県の熊本一区 の野党候補があ、まあ、1年にき度、まだ決まって、えー、おりません、熊本県における一番大きな都市部における候補者なんですけれども、この決まっていない現状について、あの福山幹事長、どのように受け止めてらっしゃるかというところと、はい、あと今後の対応方針が何かあれば、お聞かかせ願いますか、はいえっと、熊本1区については問題意識としては強く持っておりますので、センター委員長ともよく話をしておりますと、まあ、とか両立していいきたいと考えます。 もう1点あの、前回まで野党系の議員が選挙区を持っていた選挙区ではあるんですけれども、現在の党として、この熊本1区について、どういう位置づけなのか、もう少し具体的にお聞かせ願えばい,ますどういう位置づけと申し上げると。えとまあ、今後選挙、政権交代を狙っていく中で、こういう大きい、こういう都市部における大変な重要な選挙区だと、私も考えているんですけれども、ここであの、 自民党に対する受け皿がまだできていない、この1年前にできていないというところを、どういう問題意識というか、この選挙区をどのように続けているのかというところをお聞かせ願えればと思いますまあ早期擁立で努力をしていきたいと、まあ、先ほど言われたように、元職の方がどういう動向をされるのかについても我々ずっと注視をしておりましたので、あのその事情はご理解をいただきたいと思います。 ありがとうございます。じゃあ西日本さんお願いします。他おられますか。もう一回手を挙げていただくとありがたいです。じゃそちらとそちら。西日本新聞社の川口です。と臨時国会について三点教えてください。と一点目がですね、あの立憲民主党新しい党になってから初めての国会となりますが、まあ改めてまあこれまでの立憲民主党とはちがの違いといいますか、どのような 具体的な違いがあのこ,の今これから国会の望み方であるのかということです。2点目が次の、まあ、現時点でになりますけれども、えー、優先順位としてどの問題を一番重視していきたいかということについて教えてください。3点目が<し>あの代表選でも話題にあのテーマになりましたけれども批判ばかりではなくて 提案型の野党にということでの,あの候補者の方の訴えもありましたが、その追及とその政策提案、国会の中でどのようなバランスでやっていきたいと思ってらっしゃるかについてお願いいたします。まあ150人の議議員ででえる臨時国会です特に衆議院は まあ国民民主党さんが会派の問題について議論されていると聞いておりますので、何とも言いようがありませんが、我々は一緒にやりたいと思っているところですが、週で1 2 3で44という形での会派のスタートになります、やはり数の力というのは国会の審議において多いので、例えば質問時間についても、かなり大きな時間が我々に与えられることになります。一方で 仲間がこれだけ多いですので、テーマ性を持って対応できる議員がたくさん集まっていただいているので、それぞれの役割分担も含めてやっていきたいと考えております。何を臨時国会に重視するかというのは、もちろん最も重要なのは、今のコロナの状況の国民生活、それから命を守ること、そして経済、これだけ厳しい状況で。 えー、おそらく秋が深まり、年末年始になって、えー、経済状況はさらに悪化すると思いますし、雇用環境も私は悪化すると思っておりますので、このことについて、どういう問題意識が菅内閣にあるのかについて、えー、しっかり問いただすことは、野党としての最大の私は責務だと思います。一方でで、えー、内閣が、えー、できてから40日 臨時国会が開かれませんでした、まあ、残念ながら、すぐに開いていただければ、菅総理の所信も含めて、大臣所信も含めてですね、精神差が国会の中にもある状況でスタートできたかもしれませんが、残念ながら40日たった感じでいうと、所、ま、信、あ、もおそらくデジタル庁とか、携帯とか、個別の形が出てくると思いますが、 あまりなんていうか新内閣始まままるぞとといいうう空気はもすすでに終わったと思います、ま、してや、内閣の支持率は学術会議の問題も含めて、すでに下降トレンドに入ったと思っていますので、まあ、そういう状況での理事国会のスタートですので、わ、ま、れ、あ、としてはですね、ようやく来た論戦の場でございますので、きっちりと準備をして、 菅内閣に問うべきことは問い、我々がやらなければいけない、伝えなければいけないことは提案し、伝えていくという姿勢でやっていきたいと考えておりますので、野党の役割は政権を監視することと提案をすること、両方ありますから、何割かというような話は、その時々の政治状況によって変わりますので、一概にはいけませんが、両方の役割を十二分に 果たしていくべく努力をしていきたいと考えております。はい、じゃあフランス,テンスさんその次フジテレビさん。えー、フランスでの及川と申します。二点お伺いしたいと思います。一点目は、えっ、ー、と、成長戦略会議のメンバーで。菅政権の経済ブレーンとも言われている。竹中平蔵さんのベーシックインカム論についてどのように、うん。 思うのかとご承知のとおり、竹中さんは、えー、と生活保護や、えー、と年金をなくして、えー、一律7万円月に全員に支給するという提案、ベーシックインカム論を提唱しています。まあ、彼が言うにはあの、フリードマンの負の所得税から得たアイデアだというのですが、これについてどう思うのかということが1点。もう1点目が 私も岩手出身であの大変心苦しいんですけれども岩手県連があの品名武さんに対して訴訟を起こして、まあ、小沢さんと品名さんとの確執ではないかと言われていますがこの事態収拾のためにどのように党としては対応されるのか以上2点お願いいたします。 えっと、2点目からお答えしますと、まあ、先週も申し上げましたけど、えー、今、当事者間、電話に解決していただけるように、えー、お願いをしているところでございます、えー。せっかくご利用したところでございますし、そのことは、えー、それぞれ岩手の皆さん、理解をしています。ですから、まあ、いろんな課題が、問題があったと聞いておりますが、そのことについて、 早く円満に解決できるようにお互いが工夫をしていただきたいとお願いをしているところでございます。それから1点目はですね、ベーシックインカムの議論はもう世界中で今あります。で竹中先生の、えー、ベーシックインカムのこの制度設計が本当に合理的なのかどうか、アメリカでもヨーロッパでもいろんな実験が行われています。あまり違いにこのことについていいとか悪いとかというのは、 これだけ聞くと言いにくいですし、じゃあ年金をなくしたときに、今までの払っていた年金の積み立てをどういうふうに皆さんにお返しするのかとかですね、それが今、株買われてるわけですから、どうするんだとかみたいな話になると、もう堂々巡りです、現実問題としては年金で今、株を割り買ってる状況の中で、それをキャッシュに変えるなんていうのは、非現実的な話です。 株が暴落します。そういったことも含めてですね。あの今のところ、あまり細かい議論をするというよりかは、まあお話としては。私を受けて回っているので、別にあの批判をするつもりもありませんが。まあいろんなあるベーシックインカムのうちの一つだというふうに私は思っています。ではフジテレビさん、他もおられませんでしょうか。あと、じゃあ一人,人,人、二人、三人。はい。一二三。崎田さん。崎田さん。うん、すみません。 ちょっとお待ちいただきますはいどうぞごめんなさい失礼しますフジテレビのお月ですあの菅内閣、えー、あ菅政権から一ヶ月が経ちまして来週から国会が始まりますが、えー、今菅総理が初外遊でベトナムとインドネシアに行っておりますこの初外遊についてどう考えておられるか教えてくださいうんまあベトナムは 今年の ASEAN の議長国ですし、インドネシアは東南アジアの大国です。両方とも非常に親日の国です。私もあの外務副大臣、官房長官のとき、特に外務副大臣のときにはアジア担当だったので、ASEAN の国々とは連絡をよく取り合いました。まあ、最初の外遊先として無難で堅実な 外遊先を選ばれたんだろううなといいううに思いますので特にベトナムには日があの南シナの状況について中国との対立関係がありますからそのことは逆に日本と尖閣の問題もあって共有している部分もあると思いますので、まあ、外務省も含めて官邸も含めて、まあ、今申し上げたように丁寧で無難な外遊先を選ばれたんだろうなというふうに思いますしそれはそれで私は 外交の布石として、うん、まああの別にあのそれでいいんじゃないかなというふうに思いますまあアメリカは大統領選挙ですし韓国は今難しい問題を抱えていますし中国はそれどころではありませんし米中の問題もありますしまあそういう中でとにかく外交デビューをこの場で果たされたということで一つのあの まあ、あの概要だったのではないかなというふうに思います、まあ、若干皮肉を込めて言うと ASEAN アアをアルゼンチンと間違えられたという報道が出てきていますが、まあ、これもご愛嬌かなというふうに思いますのでまあ,あのまあアジアの国と友好を深めるのは別に決して悪いことではないのでそれでいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます 京都新聞国更ですす大阪都構想についてま1点目が、今回の賛否、結果によっては維新の勢いというか、政治的な部分での影響が出るのかなというふうに思ってはいるんですが。 あの現状、次、まあ、期衆院選、いつなるか分かりませんけど、そこも含めて、あのまあ、今回の都構想の結果が、な何らかのです、ね、影響を及ぼすというふうなご認識がまずあるかどうか、まあ、候補者より率とかもです、ね、特に関成であると思うんですが、それがまず1点、でもう1点があの先日あの、公明党の山口代表が大阪に入られて、まあ、維新とです、ね、いわゆる賛成の立場で、 街頭に立たれたわけですけれども、あの立憲の方としても、例えば自民党とかですね、共産党も同じように反対していますが、あの党の幹部だったりが入って、一緒にですね行動、活動されるというようなお考えはあるのかどうか、その2点お願いしますまあ1点目はですね、あの松井市長が住民投票で負けたらやめると言われてるんですから、のでそれは 政治的な影響はあると思いますよ、住民投票が終わった後あのそれはないわけないですよね、それを私が今、なんか言うのは、別に適切ではないと思いますし、現状では大阪市民の皆さんがどういう選択するのかが重要だというふうに思っていますので、大阪市民の生活にとってどうなのかという判断が今、拮抗していると、まあ、正直申し上げると、僕はまあ、反対ですけれども、 してていいいることとと自身が大阪市民にとっていいのかなと思いますつまり大阪市という歴史のあるところをなくすそれで生活が良くなるという確信が大阪市民の中で半々だというような市民の生活に関するそういう対立軸を作って大阪市を分断していいのかというのはちょっと僕は思います。 あの市っていうのは行政区ですから、本当に生活に密着しますので、あのうまくいっても失敗しても、市民の生活に対する影響、非常に大きいので、そこについて言うと、僕は少し心配をしています、き行抗していること自身が、極端な市生活が良くなるということの確信を大阪市民は持てないということですよね、今のままだと、五分五分ということんですね。 そこが本当にいいのかなというのはちょっと心配をしております。えっと、2点目はですね、えっとえー、今のところ、党の幹部が入る予定はないんですが、えっと、大阪は平野代表代行がいらっしゃって、辻元つな、えー、がる本部、本部長代行がいるわけですから、ましてや辻元さんは、 前の立憲民主党の国会委員長ですから、逆に言うと党幹部が二人いらっしゃるわけですから。まあ、あの、そのお二人にお任せをしているということだと思います。N. H. K. の金沢です。あの、衆議院選挙の話に、あの、戻るんですけれども。まあ、すで、あの、任期もあるまで一年というところで。 あのまあ、解散は総理の専権の事項ではありますけれども、まあ、枝野代表も当初あの挨拶にあったようにあのまあ党としてどの時期をこう想定してあの選挙に臨むのかというところとあとはその候補者が調整が整って表に出るのは直前ということでしたけれどもその1年を前にしてです、ねまあ、早急にそうした調整を進めて任期1年を前にしてそうした調整というのをまあ早急に進めていくというお考えがあるのかどうか確認をさせてください。 えっと、衆議院選挙の時期の想定は、もう1年以内なので、どの時期に想定をしても対応できる準備をしなければいけないと考えております。それから、えー、候補者調整については、先ほど申し上げたように、1日も早くです、別に期限を区切ってやる話ではないので、あの明日できれば、明日やるとこはやる、えー、1週間後にできれば、1週間後にできることは調整をする、実はこれは他党とも同様です。 しかし、他党との協議は相手がありますから、こちらの都合だけではできないので、相手のまあ考え方、対応を丁寧に、えー、こちらも見据えながら協議をしていきたいというふうに考えております。えーまあ、1年以内の解散・総選挙というのはです、ね、麻生さんの時に私、経験をしたんですけど、 やっぱあの時にはやっぱりあの常に選挙があるかもしれないという緊張感の中に1年過ごしたという記憶があって一方でリーマンショックで経済が厳しい状況で選挙なんかやってられないじゃないかという声が横であの本当にあちこちから聞いたというので今、実はコロナの問題で経済が厳しいということしかし選挙は1年以内ましてやコロナでですね どういう選挙戦をやれるのかと、密を避けて、ですね有権者にどう伝えるのかと、そういう状況の中で、一番大事なのは、有権者の皆さんに、いつの選挙であっても、ですね遠征気分とか、選挙に対してなんとなく嫌気がしたり、ですね遠征気分とか、なんとなく選挙に対して盛り上がらないとか、そういう選挙を避けたいと思います。逆にににコロナで厳しいからこそ国民の皆さんに投票に行って いただくもしくは行っていこうというような状況を作るためにはどうしたらいいのかというのをやっぱり第一に考えなければいけないというふうに思いますので、政、ま、党、あ、側の都合、もしくは政権側の都合ばかりで物事を進めると、逆に有権者にそっぽ向かれるのではないかなというふうに思います最後、宮島さん、お願いします。 ファクターの宮島です。あの幹事長おっしゃったように共産党は変わりりつつあります。しかしこれすごく遅いで結局あの200から200からの小選挙区の候補が出てきて、まあ、初めて1年以内にあるわけですから選挙が。と結局まああと何が可能性があるかとしたらやっぱり共産党が全小選挙区でですね降ろしてもらうともうこれがまあ現場的には要するに野党が勝てる といいうふうにに言う人はいるんですけど、まあ、それははやはり共産党に代わってもらわないといけないんですけど実はそこのところがこれだけ大きな塊になったんだから逆に立憲の側からですねやはり共産党に対して向こうから一方的にですね共産を含む連立政権これに賛成しろじゃなくて立憲の側からこうしろというふうにですねもう提案するようなのが私は本来野党第一党の責任じゃないかと実は思うんですけど。 とにかく小さな共産党がとにかく共産を含む野党連合政権に野党大統党が協力しろみたいなことを言ってる構図自体はですね私はヨーロッパなんかで起こったこととはだいぶ違うと思うんですけどその辺どうお話としてはあのなんていうかご指摘を受け止めたいと思います。 共産党とは歴史的な経緯が日本の政治の中でいろいろありますもんですから、なかなか一足飛びにとか、今、宮島さんが言われたような状況でございます、だからこそ、逆に我々あの話し合いにすることは否定をしませんし、その中でどういう話し合いができるかについては、相手側の考え方もあるので、今の宮島さんのアドバイスというか、ご指摘も踏まえて対応したいなというふうには思います。

すません毎日新聞の宮原です、えっと、少しあの先ほど質問の中でも少しだけ出たとは思うんですけれども、あの国民の,あの会派の問題で,で衆院も含めてです、ね、あのまあ、一定の方向性を出したいということを今日玉木さんが会見であのおっしゃられました、まあ、先ほどあのできれば一緒にやりたいという言葉もありましたが、まあ、あのどのようにお考えか、お願いします。まあ、あの今党党が違いますので、えー、党ので意思決定 に私が何か言うのは、うん、適切はないと思いますが、まあ、一方で今は会派を組んでいるわけです衆議院ではですからそれを、まあ、できれば維持していただきたいと、まあ、それだけです。最後えあ足立さん す選挙関係で2点なんですが、えっと、日曜先日の日曜日に福岡であの枝野代表が、えっと、共産党を含めた候補者の一本化について、100くらいで、少なくとも50くらいという言い方をされたんですが、この100とか50の、まあ、根拠というのは、もしあの立憲執行部の方で、あで共有されているんでしたら、ちょっとその根拠を教えていただきたいのが1点と、あと先日、あの連合であの基本方針が出まして、 選挙区においては、国民民主、立憲両方とも、比例については原則立憲という表現で支援を表明しましたが、この原則立憲というのが非常に微妙な表現だと思うんですが、これを含めて受け止めをお願いしますいや、比例は原則立憲と決めていただいたのは、非常に大きな政治方針だったと思います。地地方ののの連合会も例えばそれぞれぞ域の中で 国民民主党さんの候補者がいるところでも比例は立憲だということだというふうに私は認識しているのでそれは非常に大きな一歩だったと思っておりますので私は非常に感謝をしております。で選挙区について国民を支持するというのは逆に言えば今立憲と国民は選挙区お互いぶつけないという前提で今交渉しております。これかかから先どうなるか分かりませんが一定我々は 国民の候補者にぶつける気はないところで、えー、連合さんが地域の中でその人を支援したいと私たちの候補者がいないわけですからそれも別に私はあの否定するわけではありませんましてや今衆議院では会派を一緒に組んでるわけですからあの別に否定するものでは何でもないと思います。 あ、一点目その五十とか百のあ、五十とか百はちょっとわかりません。わかりました。はい、ありがとうございました。ちょっともう今日時間た達しましたのできょ、今日の会見これを閉じさていただきたいと思います。ありがとうございました。